受験の参考書で TOEIC 800点を超す。こんにちは、9割から勉強法著者の松川です。私がずっとこの YouTube 以降で配信している英語のノウハウ、対策というのは基本的には大学受験のものですが、僕のね、生徒さんは特に難関次第早期に行っている人たちというのは、その後ね、TOEIC の試験を受けるとみんなね、750点以上取っていくんですね。で、しかも対策をしっかりやるとすぐ800点を超えると。で、この実績を踏まえて今日は大学受験の参考書だけでTOEIC800を超す方法という話をしていきたいと思ってます。で、最初にね、一つお断りがあります。大学受験の参考書だけでというふうに言いましたが、TOEIC の公式問題集、これは使います。つまりあの公式問題集を使いこなせたら800点を超えていくわけですが、でも何も知識がない人が TOEIC の公式問題集を使いこなすことはほぼ不可能で、そこにいかにしてね、こう知識がゼロのところから公式問題集を使いこなせるところにたどり着けるのか。で、そこにたどり着けさえすれば早い人でね、3週間ぐらいで公式問題集ね、もう何回も回してクリアされる方いますんで、まずは英語の勉強のいろはから話していって、具体的な参考書という話をしていこうと思っています。なのでこの動画は前編で英語の勉強、どういうふうな流れでやっていけばいいのか、どういうふうに勉強すれば成績が上がっていくのかというメカニズムをお話しして、後半では具体的な参考書を使ってこういうふうにやっていけばいいんだよという話をしていこうと思っています。この YouTube 以降の英語に関する動画、初めての人はね、この前編から見ていただきたいと思いますし、何回か僕の動画見てくれている人は後半から見てもらっても全然いいんじゃないかなというふうに思います。ではね、早速話していこうと思っています。で、 TOEIC の対策といったときに、リーディング、英文読解とリスニングの問題に分けられると思います。で、僕はリーディングを勉強してリスニングに行くっていう方が一番いいかなというふうに思っています。というのは、まず単語熟語英文法をしっかりね、理解して覚えていって、それを使って英文を読みこなしていく。その中で音読をしていって英語の発音に慣れていく。その後にリスニングに入っていく方がスムーズにね、スムーズに勉強が進んでいくんじゃないかなというふうに思います。はい、で、じゃあ英文読解はどういうふうに勉強したらいいのか。で、僕は英文読解は主に3つの要素に分けて考えていまして、つまり文章を見たときに、まず一文一文の文章を解読する必要があるということですね。で、この一文一文の文章を解読するために必要なものは英単語熟語と、そうです、英文法の力です。で、英文法の力といったときに、例えばね、大学受験で使うネクステージとかヴィンテージのような、ああいう文法問題集は全く使えない。むしろ使ったら毒があるというふうな認識で僕はおりますが、とにかく文法というのは法律なんですね。つまり仕組みなんで、それをしっかり理解していくことが大事で、理解した上で実際に使ってなじませていく、インストールしていくと、自分の中にインストールしていくってことが大事なんですね。で、英単語と文法が分かれば一文一文読めると。でも一文一文が読めても、文章というのはその一文一文の集合体がパラグラフになり、そして文章全体パッセージになるわけですから、じゃ、その文と文の関係、段落と段落の関係を紐解く鍵が必要です。それが現代文。この現代文はとても重要で、過去ですね、社会人の方で TOEIC600 ぐらいでね、ずっとこう足踏みしている人がいたんですが、中学レベルの現代文を教え込んで、そして実際にそれを問題、公式問題集を、ね、解かせたら、それだけでプラス80点、ね、アップして、なんとか700を超えたっていう人もいました。その期間わずか1週間。それぐらい現代文の力大事なんです。で、しかもその大学受験のレベルまでは別にいらないかなと。中学レベルの、中学でも難関高校と言われるところの入試問題レベルが取れたらいいんじゃないかなと思います。で、これもまた後で、ね、参考書紹介しますが、要は中学校レベルの読解力、現代文の力が必要であるということをぜひ認識してください。で、この単語熟語英文法、そして現代文、この3つが掛け合わさって文章が読める、理解できるという状態になります。で、この状態であればもう設問も解けるようになっています。もちろん細かなテクニックっていうところはあるんですが、でも大きく意味をつかめば、そんなね、器用てらった問題は出ません。
大学受験の早稲田とか慶応の問題の方がはるかに僕はね難しいんじゃないかなと思う時もありますが、とにかく英単語熟語英文法そして現代文、この3つの力が必要なんだということをぜひ今日知ってほしいと思います。でこれもまずね中学レベルからちゃんとやると、中学レベルの単語熟語、中学レベルの英文法、そして中学レベルの現代文ですね。でこれをまず固めて長文は読めるようになる、長文読めるようになるというのは大体公立高校入試問題の長文が読めたら十分でしょう。でその上で高校の標準的なレベルをやっていくと、標準的な単語帳いろいろありますけども、そういう単語帳を仕上げつつ文法力を身につけるために英文解釈を、ね、極めるということで入門英文解釈技術の70とかそこら辺をやって、そしてもう現代文は、ね、中学レベルでもう十分ですから特に現代文の対策は必要ないんですが、これが単語と解釈が終わったらセンターレベルの英文読解をしっかり解きこなしていくと、ここで論理的な文章の読み方、現代文の力を使って英文を読むということをここでマスターしていくと、この段階ではもうトイック600ぐらい超えます。でさらにその上にいわゆる、難しい単語帳ね、単語語とか、まあ、鉄壁とか、あとはインガメタリカとか、あとは雰囲気単語とかそこら辺をやって、そして解釈は正直もう実はその標準的なレベルで僕はいいと思っているんですが、英文読解のところでやはり難しいレベルの参考書、これをしっかり読みこなして大量の文章でかつ難解な文章を読みこなしていくっていうのをしっかりやると、ここまでやればもう TOEIC 800の素材はできていると、であとは実際に公式問題書を解いていけばいいというふうに言われています。であとはやっぱりリスニングの対策が非常に大事なんですが、リスニングはどこでやるべきかっていうと、まず小中レベル、中学レベルのところでは一切僕は触れておく必要はないかなと思うんですが、できるだけ自分なりに正しい発音で発音しようという心がけもあった方がいいでしょう。でも英語の初学者で失敗しがちなのは最初から完璧な発音を覚えようとして失敗するのが多いので、この中学レベルは短文で覚える英単語1900って言われるようなカタカナの読み方、英単語のカタカナの読み方が載ってるものから始めてもいいと思ってます。でこの中学レベルの部分、単語、熟語、文法、現代文が終わってその標準的なフェーズに入った時ぐらいにリスニングの勉強をやっていけばいいと思います。ちょうど同じぐらいのレベルの文章を耳で聞いて、そしてディクテーションって言ってね、聞こえた音を紙に変えて、聞こえなかった音を明確にして、そして聞こえなかった音を集中的に聞いて聞けるようにするという手法ですけども、まあ、それをやっていくと。だからこの3段階ある中で標準的なところではもうリスニングとリーディング一緒に勉強してもいいかなと、難しいレベルのところでももちろんより高度なリスニングの教材をやっていくといいかなというふうに思います。結局リスニングもリーディングも思考の流れは一緒ですね。リーディングの場合は目から入って頭に入って解読すると、リスニングは耳から入って脳に入って解読すると、だから目と耳のリンクっていうところをやっぱり意識してやっていくってことが僕は非常に大事なポイントだと思ってます。これがね TOEIC で高得点を取るための勉強の流れ王道になると思います。はい、で今日のこの内容を踏まえた上で後半じゃあ具体的にそれぞれのフェーズ何をやっていけばいいのか、どのくらいの期間でやればいいのかということについてお話していこうというふうに思っています。では続きをぜひ、ね、楽しみにしておいてください。今成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟友達からお前なんか大学なんか行けるはずがないって言われて肩身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら今ね偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているわけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスを個別にしてあげることができます。でさらに今後今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方登録して一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。